はい、どうもジャブのスティーブです。調教師の中条大輝です。本日は、オーストラリアの K1 ニュースや、今週の、投球所の出走馬または、新しくね、あの共有馬の紹介もありますので、よかったらご覧ください。はい、まずは、先週ね、オーストラリアの、ね、トップジョッキーグレーンボスさん、グレーンボスジョッキーが、引退されました。こちらのジョッキーね、もう日本でもね、乗ったこともある、まあオーストラリアはね、もう完全のトップジョッキーでしたね。でも G1 もたくさん勝ってましたし、まあ記憶の中では、ね、一番ね、皆さんの記憶に、残ってるのはやはりメローロンカップ3連覇、マカイビーディーバーというね、までね、3連覇をしたのですが、実際に天皇賞春も出走してるんですよね。まあ、ちょっと馬場が合わなかったみたいで、成績の残せなかったのですが、とても名馬と名ジョッキーでね、まあ、実際にね、テレビ観戦したのですが、感動しましたね。その他にはね、最近ではね、G ベルストを買ったイエスイエスイエス乗ったジョッキーなどして、もう第一線で活躍されたジョッキーでした。で今後はね、まあ、競馬レポート、テレビのレポートだったりとかね、してね、第二の人生を歩む相談室ので、頑張ってもらいたいと思います。お疲れ様でした。で、現在のオーストラリアの種牡馬情報ですね。2年目3区、になりましたモーリス。モーリスさんたちがね、今ね、ガンガン活躍してますね。で、今年のね、2年目サイヤランキング、今、首位です、トップです、モーリスがね、さすがですね。で、先日、ビクトリアダービー 2500m でね、勝者1つ、そちらモーリス3区でしたし、あとはマズというね、シドニーでね、リステッドレース勝った、これ 1200m なんですけど、だからもうね、距離がね、幅広くね、活躍してますね。で、モーリスさんは今年もね、アローフィールの方にね、シャトルしてきますし、今年の単純計$44,000まで上がりましたね。まあ日本と比べたらまだね安い方と思うんですけど、まあ来年のセールモーリスサンク多分結構な値段になるでしょうね。もう手が出ないぐらいの値段になるような気もしています。で、あとミキアイルですね。ミキアイルもね、2年目今サイヤランキング半ばぐらいですかね、頑張ってますよ。やっぱりなんか2歳からガンガンっていうタイプではないですね。もう3歳から徐々にメキメキと頭角出してきて、まあ、9頭今勝ち上がってるはずです。で、やっぱりね、短いところが良さそうですね。 1000m ですから1200ぐらいがね、一番ね活躍を出してる感じのイメージですね。まあ、中にはね、オリエンタルプリンセスというね、ブリスベンのメトロでね買ってもらったりとか、ちょっとやっぱり、ね、気性がね、勝ってる馬が多いですね。ちょっと難しそうな感じもありますが、まあそこがね、逆にね、スプリンターとしてね、いい成績を収めてる理由じゃないのかもしれませんね。で、うちにもね、モーリス・サンクとミッキアル・サンクに、今2歳のね、2頭がね、デビューに向けてね、頑張ってます。で、もうそろそろ、本当もうそろそろですね、もうラストチャンスかね。もうこれでもね、共有募集をね、示させていただきます。で、まあ、残念ですけど、もう少しだけ、両方ともね、少しずつだけ残ってますので、もし興味があるという方はね、お早めに、ね、ご連絡いただければと思っております。はい、今週のね、投球者の出走馬予定です。まずはバハムート、こちらチジリアルインパクトですが、まあ、前走ね、土曜日メトロブリスベンに使っても 2000m ちょっとやってみたんですけど、ちょっと長かったですね。ちょっとまあ大馬場っていうのもありましたけど、最後はね完全に足が上がってしまってピタッと止まってしまったので、まあ今回はね、成績を残してあるマイル戦、まあマイルといってもね、1680m が1700に近いんですけど、まあ大丈夫でしょう。まあここのねコースでも勝ってますし、1700m でも勝ってますし、距離は問題ないと思います。ただまあクラスがね、クラス4といって、まあ4勝馬クラスみたいな、日本語で言うとそんな感じなんですけど、まあレベルも上がりますし、まあ半年前ぐらいね、クイーンズランドダービー出走をかけてね戦った相手たちも出てきますので、
まあ簡単なレースとは言えませんが、まあバハムト自体ね、状態はねいい感じでね来てますし、まあ、チャンスはねあると思いますので、あとはねちょっとね雨がね最近多くて、まあ重馬場だったらどうしようかなっていう感じなんですけど、出そうかな出さないかなって迷ってるんですけど、まあ馬場が乾けばいいレースしてくれると思います。で土曜日はおそらくゴールドコースの方に行くと思います、多分2頭出しになる予定です、1頭目はJ.P. クッキーという、こちらね、2連勝してその後サタデーメトロ、土曜日のねメトロ戦に挑戦したのですが、まあ、ちょっとね、なんか不可解な感じでね、なんか、結果が出なかったんですけど、ジョッキーもねちょっとね、わかんない、なんだろう、おかしいなみたいな感じで、もう最後なんかちょっともう歩様もおかしいかもしれないっつって最後も 200m ぐらいの大野やめちゃったみたいで、でも帰ってきてもね何も問題がなかったので、まあ2走前にね勝ったゴールドコースの、同じ距離のレースがありますので、まあ、そこでねちょっと巻き返しを図りたいと思っています。でもう1頭はねメアキャット、こちらねちっちゃいね牝馬なんですけど、5歳小馬ですね。こちら父ロックドゥカンブで、まあ長距離馬なんですよね。で休み明け初戦で叩きレースでね 1400m だったんですけど、まあこちらも完全にねフィットネスを上げるためのレースで、まあ、いい競馬してくれましたので、2走目、まあ1008なんですよね、クラス2 1008ゴールドコース行くんですが、まあちょっとこう、1008でもねちょっと短いかなって感じの馬なんですけど、まあ今週本当に雨多そうなので、で大馬場はもう大好きなんです、大好きで、まあ、すごいね得意なんですよね。だからまあ大馬場になったら不良、まあ、むしろもっと不良馬場ぐらいヘビーテンとかになったらね、1008でもねちょっとチャンスあるんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ新しい、共有馬の紹介です。こちら2歳牝馬父スターターン母コンファーというね、マジックミリオンズトレーニングセール、先日行われたんですけど、そこから、購入をしてきました。で血統の紹介ですね、まあ、父スターターンは、2年目の種牡馬なんですけど、3区が今ね2年目が一番初年の3区っていうんですか、まあ、2年目のサイヤランキングで、ね、5位ですね、まあ、モーリスが1位 でこのスターターン5位です。でまあ短距離がメインな感じなんですけど、まあ1008とかでもね確か重賞入着馬とかもいたりして、まあマイルぐらいまではったらね、いろいろこなせるのではないのかなとは思っています。でまあその中でもねそうですね、そうスターターンですっていうかね、この前シドニー G1 フライトステークス3着来てました、こちらのマイル戦でしたね。でまたミスヒップスター、こちらブリスベンのウィンターカーニバルでダルロステークスかね、で 1200m でね勝ちましたので、まあ1002から1006、まあ早くば1008ぐらいまではねいけるような勝負なんじゃないかなと思っています。で特にね牝馬にね活躍が多い傾向がありますので、こちらのねまあそれも理由でねこの馬ね購入した理由もあります。で母コンファーなんですけど、こちらね父デインヒルですね、なんか大勢のもうサンデーと言っても過言ではないようなね、そのデインヒル大きな影響を与えた勝負です。まあ、父デインヒルということで、まあもう結構高齢です、このままねお母さんがね、だから高齢出産だったんですが、まあお母さんね現役時未勝利だったんですけど、 G1 2着だったり、これがねビクトリアオークス大きなねG1 だったんですけど、あと4着もあったり G1 でね、であと G2 2着4回 G3 2着1回と、ね、もう一流ですよね。まあ、ただちょっと勝ちきれなかったところ、重賞で勝てなかった、でもずっと重賞使ってたのでもう今一流馬ですよね。で、まあ、3区の中にはねG3 3着ナイトロッカーなどいますし、まあ、繁殖成績もなかなかです。で先日ね行われて11月の頭に行われたトレーニングセール、マジックミリオンズのトレーニングセールで購入したのですが、でもともとはねハービンジャー3区を狙ってたんですが、まあちょっと予算以上に行ってしまったので、残念でしたが諦めて、でどうしようかなってとぼとぼ歩いてたら、まあたまたまねこの馬をね見かけて、
で、まあ、セリー上場された時に見てたんですけど、まあ、結局ね、やっぱり高齢、お母さんが高齢出産というところが嫌がられて、まあ、あの主取りとなりました。でその後ね、牧場の方にね、あの訪ねに行って、あの、まあ、ちょっと見させてもらって、まあ、いろいろ聞いたところ、まあ、特に何も足元問題ないですし、喉も大丈夫ですし、まあ、できたら売りたいって言ってたので、じゃあ持って帰りたくないって言ったので、じゃあ、このくらいどうですかって、ね、あの、まあ、結構安い、ね、オファーをしたら、あ、いいですよっていう感じだったので、うん、まあ、じゃあいいかなと思いました。まあ、その前に、ね、いろいろね、あの結構ねしっかり見たんですけど、まあ、やっぱこのまま馬体の張りとかも良かったですし、今、まあ、ちょっとトレーニングセールのタイム測るところの、まあ、感じではタイムはあんま出てなかったんですけど、まだね結構おっとりしてるんですよね、性格がね、うん、ほわーんとしてたので、まあまあこれからでしょうね、まあ、まだまだタイムが出るような雰囲気ではなかったので、まあ、これからね成長してくれればね、まあ、なんかそんなにタイム気にしなくていいかなっていう感じでしたね。で、まあ、最後はねもう決めて、やっぱもう、こう、まあ、目見て、うん、なんか綺麗な目してたんですよね。なんかこう惹かれるようなね、こう、まあ、澄んだ目をしたっていうかね、うん、やっぱりそういうのもね大事なのかなと思ってますので、まあちょっとまあ運命を感じたところもあったので、うん、まあ、誰もね、買ってくれない、うん、なんかすごいかわい、ちょっとかわいそうだなと思ってのもちょっとありましたけど、まあそれよりもいろいろなやっぱプラスなことがあったので、まあ購入を決めました。でこちらの、まあね、あのマジックミニオンズセール出身なので、でセール出身馬のみが出走権のあるマジックミニオンズレースシリーズに登録が可能なんですよね。でこちらまあもう登録しました、登録されてます。で登録するだけでもね、あの$5,500がかかるんですけど、でまあそれがね、まあメインのそのマジックミニオンのレースっていうのはゴールドコースで毎年1月に行われるレースがあります。でこちら2歳戦、3歳戦、カントリーレース、未勝利、牝馬レースのみ、ステイヤーレースとかね、まあ、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、まあ日本っていうか、まあ、アメリカというこうブリーダーズカップみたいな感じのそのお祭りの日なんですけど、その時に行われる、まあ、7、8個ですかね、レースが全部マジックミリオンズの、セール出身で、そのマジックミリオンズセール登録レースシリーズに登録されている馬のみが出れるレースなんですよね。でも賞金はね、あ、めちゃくちゃ高いですよね、億を超える、総賞金億を超えるね、あのレースとかもありますので、まあ、この馬もね、まあ、それにね出れるようになんとか頑張っていきたいと思っています。で、まあ、安く買えたっていうのもあったので、でこちらねこの馬ね、あのニューサウスウェールズ州の、出身馬 でそこでね、ボブスと言われるねボーナス賞金のね、システムも登録することができますので、まあ、そちらにも登録して、でまたそのボブスエクストラっていうね、まあ、ボブスっていうねボーナス賞金はその3歳までなんですけど、まあ、ちょっと多めに出すとね、登録費を多めに出すと、その4歳以降の、まあ、1008以上のレースでしたらボーナス賞金がつくような、そういうシステムあるので、まあ、それもね全部ボーナス賞金その登録に全部ぶち込みました。安く買えたっていうのがあったので、もうとにかくボーナス賞金に、ね、使ってもいいかなと思ったので、まあ、いろいろつけた付加価値をつけた感じで、共有募集をしようかと思っております。でこちらね、もうすでに、ね、トレーニングセールからですので、もうギャロップも少ししてますし、まあ、一度ねちょっとセールの疲れを取るために一度放牧出してますが、もう12月のね、半ばぐらいには、帰休させて、まあ、早ければ2歳の、まあ、秋デビューできたらいいかなとは思っていますね。4月あたりですかね、まあ、もしかしたらもうちょっとずれ込む可能性はありますけど、まあ、そのスターターン自体がやっぱ3歳の牝馬がいい感じなので、まあそこまでね焦ってね、ガンガンやっても、まあ、どうかなとは思ってますので、まあ、その辺を、まあ、デビューはね2歳後半にぐらいになるのではないかなとは思っております。はい、じゃあ、以上で近況報告は終わりです。で、まあ、まあ、最近ね、ちょっともう雨が多くて、まあ、競馬、なくなってしまったり、延期になったり、まあ、あったとしても、もう、まあ、ヘビーテンと言われるね。まあ、オーストラリアね、1から10で、
まあ、レーティングというかそのババ状態発表されるんですけど、まあ、1は基本的にないです。もう1って言ったらもうコンクリートしてるものなんで基本的にないんですけど、まあ、2はまあまあそのカントリーとかでも雨が降らないとことか内陸とか行ってそういうところでもうカチカチのババ、まあまあ時々ありますけど、まあ そこまで行くなら大体水まきますけどね。水まきますので2はめったにないかな。まあ3はまあまああります。その、まあ、基本的にその雨降ってない時に、まあ、大体あのコースでグッド4にするために水をまいたりするんですよね。グッド4っていうのはまあ両ババですけど、まあ、ちょっとクッションの利いた両ババ、まあ、それを目指してみんな管理してるんですけど、まあ、そのレースが行われる日に特に暑い日とか、ね、夏の、ね、暑い日とかっていうのはどん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 乾いてっちゃって太陽でねあの乾いてっちゃってグッド3になっちゃう時も結構ありますね。で前走あの JP キトゥンが走ったサンシャインコースは結局グッド3でやって、まあ、ちょっとそれも合わなかったのかなっていうのもありますね JP にはね、うん、でまあそうそのグッド4の後はもうソフト5、6、7、まあ、それがまあ今やや重から重ばはもうでももう6、7に行くともうちょっとやばいなって感じですね。で、そこからヘビー8、9、10ってあるんですけど、まあそっちはもう不良ですよね。まあ、ヘビー8になったらもう重ばば後者、不良ばばが得意な馬っていうのがもうだんだん大地を荒らしてくるっていうか、もうヘビー10になったらね、もうぐちゃぐちゃですね。まあこの地元のバラナ競馬場だともうヘビー10で走らせるっていうのはもうちょっと、まあ最初の1、2レースぐらいはいいですけど、その後はもう、まあ、馬がねギャラップして通った後はもうちょっと田んぼみたいな感じでね、もう足抜きもすごい悪くなるんで、もうまたねあの全然違った競馬になるので、まあそれもねオーストラリアはねもう自然なねあの土地を利用した競馬場が多いですので、まあそれでまたね馬券のねあの馬券だったりのレース結果だったりもいろいろ変わってきますので、まあそこもまた面白みかなとも思っております。まあまた何かね、質問があったりとか ありましたらぜひコメント欄に、書いていただいたり、あのツイッターの方もねやってますので、そちらにね、ダイレクトメッセージなりコメントなりよろしくお願いいたします。それではまた。